皆さんこんにちは、オッキーです。今日の動画では私の毎日の生活からの話題あれこれをまとめました。まずは先日大学生の娘のコロナワクチン2回目の接種に付き合って、というかちょうど良いお散歩の機会だったので一緒にチェルシーまで行きました。これは行く道で見かけたストリートアート。ニューヨークではワクチン接種後2週間が経過するとニューヨーク州の発行するいわゆるワクチンパスポートを入手することができます。ワクチン接種済みであることの証明、または直前に受けた検査で陰性であったことを証明するのに使えます。大人数を収容するスポーツイベントやコンサートなどで入場する際に提示を義務付けられたりということに活用されていくようです。この証明書Excelsior Pass は接種記録のデータベースと連動して発行され、携帯のアプリで表示できたり、またはプリントアウトしたものを提示したりという形式になります。私はあと数日で申し込みが可能になります。さてこの日は気温が上がり夏日となりました。 T シャツがちょうどいい感じなので、ワクチン接種が終わった娘と一緒に途中にあったアイスクリームショップに立ち寄りました。ブルックリン発祥のアンプルヒルズクリーマリー。マスクを外して店内で飲食するのも久しぶりです。私はバナナとナッツの入ったフレーバーキッズサイズ、娘はコーヒー味といちご味の2つのフレーバーを選べるスモールサイズ。キッズサイズでもボリュームたっぷりです。帰りに通ったファーマーズマーケットでは春の花を売っていました。お財布を新しくしました。最近はコロナの影響もあり、買い物の支払いはほとんどクレジットカードや電子マネーでの決済となってきました。今まで使っていたお札が整理できる長財布からこの小さなお財布に買い替えました。カードもたくさん入るのにとってもコンパクトです。実は買い替える前は小さな斜め掛けバッグに入れるための財布がなかったので、自分で手作りした仕切りをたくさんつけた布ポーチとがま口を使っていました。どうせコロナで外出の都度財布はアルコールで拭くし、当座はこれでいいやと思いながらも、何かいいお財布はないかしらとずっと探していたのです。そしてこのお財布に巡り合いました。色は金運アップのゴールド、本革の日本のブランドのものです。カードポケット10箇所にオープンポケット3箇所、ここにはワクチン接種を記録した紙をとりあえず入れています。ここにもポケット、ファスナーの開閉もスムーズです。裏面にはコインが入る小ぶりのポケットがあります。とにかくすっきりと収まるデザインと、このスワロフスキークリスタルのスマイリーマークもなかなか良い感じ。気に入ったお財布があると気分も上がります。お気に入りのオレンジ、最近気に入ってよく買っているのがこのカラカラオレンジ。ジューシーで甘みしっかり、とても美味しいのです。オレンジは買ってきたらいつもカットしてタッパーに入れて冷蔵庫に入れておくと、家族がパクパク食べてあっという間になくなります。店ではいろんな種類のオレンジを見かけるのですが、時々大外れで味もなくスカスカしたものもあるのです。カラカラオレンジはジューシーで美味しく、当たり確率が高い気がします。トレーダージョーズワインショップ。オリジナル商品をたくさん置いているおしゃれなスーパートレーダージョーズ、通称トレジョは日本人にもアメリカ人にも大人気ですが、そのワインストアも実はお手頃価格で美味しいワインを揃えているというので行ってみました。
かなりの種類のワインがずらりと並んでいます。こちらは日本酒サキのコーナーです。月桂冠はいつも料理酒として使っています。トレジョオリジナルのなんと2ドル99というワインもありましたが、お店の人の話では、味を楽しみたいなら期待に添えないと思う、料理酒ならということで今回はパス。たくさんあるので迷って、結局お店の方におすすめを聞いて6本ほど購入しました。6本買ってなんと驚きの51ドル11という値段でした。まずは左端の7ドル99のボジョレーの赤ワインを開けてみました。香りもよく、深みも程よく、飲みやすくて大満足。他のワインも開けるのが楽しみです。散歩道の藤の花。曇り空の日、買い物に出かけた途中でこんな見事な藤の花を見つけました。アパートメントの壁に沿って縦に長く伸びています。日本では藤といえば藤棚にするのが一般的ですが、こんな風に建物に沿って長く縦に育っているのもとても素敵だと思いました。おすすめの化粧品。日本からアメリカに来て、アメリカでは化粧品は何を買ったらいいのかわからないという声をよく聞きます。仕方なく日本でまとめ買いしたものをずっと使っていたり、日本からわざわざ送ってもらったりという話も。今日は私が気に入っているものをいくつかご紹介します。まず先日セフォラのセールで注文したものたち。オーラプレックスというブランドのシャンプーを今とても気に入って使っています。美容院で使われているサロン専用のヘアケアラインを家庭で使えるように商品化したシリーズで、髪のダメージを修復するナンバー3、シャンプーがナンバー4、コンディショナーがナンバー5というように番号がついています。シャンプーはほんの少量で泡立ちもよく、このシャンプーのおかげでヘアカラーで傷んだ私の髪もだいぶ元気になりました。そしてアンチエイジングに使っているのがこちらのキュロロジーのクリームです。キュロロジーはカスタムメイドの基礎化粧品で、ウェブサイトで申し込む際にいくつかの質問に答えてすっぴんの写真をアップロードするだけで、皮膚科医が処方薬としての美容クリームを一人一人に合う配合でオンライン処方してくれるというものです。私はシミやシワなどが悩みと伝えたところ、トレチノインという成分の入ったクリームが処方されました。トレチノインはレチノール酸の一種で、シミやシワ、ニキビ跡の改善効果が実証されています。トレチノインは肌への刺激も強く副作用も出やすいので、まず私は 0.009% という薄い濃度のものからスタートしました。はじめは赤みや皮むけ、ひりつきなどの症状がありましたが、使っていくうちに肌が慣れて、これらの症状も治まり、少し濃度をアップしたもの 0.02% に移行することができました。ちょうどステイホームでほとんど化粧も外出もせず、出かける時もマスクの時期なのでちょうど良かったです。そして使っていくうちに確実に効果が実感できています。目元のシミも薄くなったし、肌のキメも整ってハリも出てきました。日本ではまだおそらくこういったサービスはやっていないと思うので、アメリカにお住まいの間によかったら試してみるのもいいと思います。美白美容液でのお気に入りはキールズのクリアリーコレクティブダークスポットソリューション。透明な香りもマイルドな美容液で使用感がとてもよく、キールズサイトでしょっちゅうセールなどもやっていて、日本で買う値段の半額ぐらいで入手できます。以前妹へのお土産にしたら、これはとっても効いてる感じがすると喜んで使ってくれました。あとキールズのハンドクリームもおすすめです。それから美白に欠かせないビタミン C 美容液はアンジーさんというある YouTuber 一押しのこちらのタイムレスのものを使っています。ビ
ビタミン C の入った製品はたくさんあるけれど、適切な pH 値の適切な濃度でないと肌にきちんと浸透してその効果を発揮してくれないのだそうです。アンジーさんの広く深いリサーチの末、これが一番としておすすめされていて、価格もお手頃なので私も愛用しています。こちらもタイムレスのウェブサイトでよく2本セットのセールなどもしているので要チェックです。あれこれ取り留めもない話題を一緒くたにまとめた動画になりましたが、皆様の参考になれば嬉しいです。このチャンネルでは私オッキーのニューヨークでの生活とアメリカンベーキングのレシピなどをご紹介しています。よろしければぜひチャンネル登録をお願いします。またご質問やリクエストなどありましたら、ぜひコメント欄にお寄せください。いいねボタンも忘れずによろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。じゃあまたねー。